どうもピリオン25ですというところでシャリマスの方やっていこうかなと思っております。よろしくお願いします。先ほどまでですね、私ちょっとメジャーリーグ関係の動画を撮ってましてすげえちょっとね、取り直しに取り直しを重ねてようやくこうちょっとまとまったというか、やっと撮れてめっちゃ喉疲れちゃったんですけどそんな次にね、こう話すことが必要なシャリマスをね、撮っていこうかなと思っております。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。まずは、今回は何していくのかという話ですね。グラッドの続きです。今回はやっていきましょう。まあ、前回の、前半では日華さんのグラッドだったんですけれども、まあ、ルカさんに居場所を奪われると、ルカさんの幻影すら見えてしまうというぐらい、ルカさんに追われてしまった日華さんでございます。まあ、果たしてそれをどう乗り切っていくのかというような感じになっております。じゃあまあやっていきますか本日は、シーズン4から、ラストまでになりますのでいきましょう。なんかちょっとまだこう MLB 系の動画のね話し方っていうのが残っちゃってるんですけど、いきましょう。はい、お、痛い、生きてる。イカルガルカ。あ、オンエア見てくれたの？そうそう、あれ結構反響結構やばくて、ルカさんも人気だったのかな。言われたい放題スペシャルみたいなやつね。とんでもねえよ。2、3。ヒリ。キキ。音みたいに痛み。あの子媚びないしさ、独特の世界観あるじゃない。まあ確かに媚びはしないねでもなんかバラエティ番組成立させられるのかって言ったらちょっと微妙なラインだと私は思いますけどねええ、魅力的な方ですよね。そう、だからって意外と反抗的な感じでもなくて。そうなんだ、バラエティもいけちゃうんだよな。すげえなルカさん万能だなルカさん。反抗的な感じじゃないんだね。いい感じにはまりそうだなって。あ、何気にしてるのえ、いやそんな。お会計は3番の端末でお願いします。すごいね、進んでるねこのドラッグストア進んでるね、すごいねあ、はい、どうも。ええ、わかりますよ。媚びないトーク、それでいて反抗的というわけでもない。枠が被る。あー、あっちゃっちゃっちゃー。枠被りかー。ちょうどそのさっき撮ったさ、MLB の話っていうのが、そのトレードの話だったんですよね。で、ちょうどその、まあ、サラリーダンプって言われるその、まあ、年俸高いから放出しますよ、みたいな側面もあるんだけど、あともう一人、その、なんかどうしてもその、同じような左ピッチャーの、先発ピッチャーっていうのが被ってたりしたところもあったので、枠が被るはなかなかこう、やっぱりこう、いろんな面で問題あるよね。そうだよな。番組、また華やかになりそうですね。マルコとロビー・レイナー。まあ、タイプは違うけど、ね。左の先発で被っちゃうし、まあ、どっち選ぶって言われたらロビー・レイだもんね。
日か。まあその自分をね痛めつけることでこの足りない自分を忘れるというか、なんかこうちょっとこうね考えるのをやめるみたいなところが前の込みであったんですけれども、それで怪我しちゃったら元も子もないけどね。そしたらね、それをやってる時間も奪われちゃうわけでね、怪我しちゃったらそれ直さなきゃいけないから、そのヒールで踊るっていうところもなくなるわけで、そしたらなおのこ苦しいわけですからね。ちょっとそこはいかがなものかなと西川さん思うんですけれども。おう、休んでるわけじゃないので。うん、あ、集中できないな。待ってくれ。休んでるわけじゃないって言いましたよね。集中できないので出てってもらっ、靴脱いでくれないか。靴を脱いでほしい、日か。意味わかんない。練習中なので声かけないでもらえたら嬉しいです。予約時間は5分前に終わってるよ。申し訳ありません、気づいておりませんでした。着替えるので出てっていただけますか。すみません。出て行かなくて大丈夫だ、延長したから。すごいね。なんで練習を続けたいんだ。練習続けない理由って何です。今持ってるのぼちぼち飽きられてる準レギュラー1本と目立てなかったら終わるステージ1つですよね。そうなんですか。そうなんだ。売れてたんじゃないの、日華さん。やっぱりちょっとやっぱ飽きが来ちゃったのかな、周りも。やれること練習しかないですけど、まずかったです。練習して次のステージで目立って、それでどうなる。それでなくなるのか、それでなくなるのか、その痛みは。日華が怖がっていることは、決勝の前に確認しておきたい。そうだ、グラッドがあるからね。忘れてたけども。つかみかけてたのにな、せっかく。そうだね。どうなるって、アイドルなんですよ。自分アイドルのプロデューサーじゃないんですか。違うよ、違うんだ。日華のプロデューサーだ。うわー、いいねー、かっこいいよプロデューサー。だから箱の中身を見つける手伝いがしたい。そうだね。俺は自分をそんな風にして何かが見つかるとは思えないよ。やっぱり痛めてるよな。爪か、消毒液買ってきた。痛そうだねー、すごい。うわー、やだ。ちわって見ちゃった最初。いやー、どうしよう。遅くなってごめんな。何がです、何なんですか、勝手に。ギギギ、ごめん。それじゃあ治療は任せるよ。でも決勝は裸足で出てほしい。すごいね。え？裸足？え？私がどれだけ靴で練習してきたか知ってますよね。知ってる。じゃあそんな、じゃあ
痛めて使えない自分になって、そういう自分を嘲笑いたい。じゃあ自分を痛めてステージで笑われて破滅すればいい。そこでそんな風に思ってるんじゃないか。あ、これプロデューサー言ってるんだね、西川さんにね。そのプロデューサーの考えとかじゃなくてね絶対そんなことはさせないそうだね。正直ね、すごい苦労して掴み取ったアイドルですからね。次の選考落ちてきてほしい。でもプロデューサーそう言うんだねそれで何も終わらないってことを俺が証明してみせるよ。西川さんだ裸足で出て落ちてきてくれ。これ負ければいいんですかそういうことじゃないんだろうな。さあやっていきましょう、本番です。ちょっと勝てるか分かんないですよね。なんかダンス最下位なんですけど流行めっちゃ上げたはずなのにさ、間違えたかな。上げる場所いや、そんなことねえよな。行きましょうか。裸足で出て落ちてきてくれ。道か。靴持ってきたんですよ、今日。履きませんけど、別に。落ちろって言うから落ちてきますけど。日花のせいで落ちるんじゃない、靴は履かせない。だから俺のせいで落ちてきてくれ。すごいこと言うね、プロデューサー。誰のせいでとか誰が気にするんです。私のせいで落ちてくるので。日花は落ちないよ。悪いところへは落とさない。かっこいいな。おい、グラッと失敗したぜ意味わかんないなんかおいおいおいこれ正しいルートだったりする、もしかして敗退したらみたいなあ、でもコンティニュー出てるもんね。うわ、めんどくせえ、どうしよう。やり直しか。え、どう、え、え、え、なんかこれ、敗退が正しいルートみたいなないのかな。だって、なんかおかしいっすもん、めっちゃ。なんか、ねえ。ちょっと、いや、とりあえずちょっとやり直してきますね。いや、めんどくせえな。敗退見るか。じゃあ、本当に落ちちゃったけど、どうすんの、プロデューサー。日花、お疲れ様。本当に落ちましたけど自分で勝手に応募したんだから、自業自得か。これで終わりですね。そうかもしれないでもとしても俺の提案のせいで終わったんだ。日花のせいじゃない。そのスタンスを貫くんだね、プロデューサーね。始めてくれ、日花。次は日花が始めてくれ。ご苦労だったね、次回も頑張ってもらうぞ。やり直してきますね。期待しているからな勝ったぞというところで意外と早く終わりましたねよし、さてこの後ですね。プロデューサー勝っちゃったけれども、日花落ちませんでしたけど、
うん、すごいよ。裸足でも勝ったんだ。そこは別にルールはないんですね。その靴履いてなきゃいけないとかっていうルールはないんですね。残念でしたね。思った感じにならなくて。裸足でも勝てちゃうぐらいの実力がもうすでにあるんだよってことをプロデューサーはお伝えしたかったんじゃないですか。うん、でももし勝てなかったら俺が原因になろうと思ったから。いや、そうだな、次は勝てって言ってもいいか。私に聞くことじゃないです。めちゃめちゃ取ってきてください。来ました、久々ですねこれね。めっちゃ久々に見た気がするこれ。コングラチュレーションってやつね。そうなのいいですね。さあです。こんな箱、怖っ。その、うん、開けてみてくれたら嬉しいよ。なんだろう、靴？お、靴だった。その買ってきたんだ、買ってきた。ちょっと無駄につけ出しちゃって。なんか私たまにやるんですよ、なんかたまにこうテキストとは違うこと読んでることが多々あるのよ。練習してた靴多分ちょっと小さいよな、脱げないようにって。これは紐がしっかりしてるんだ。へえ。それからクッションがしっかりしている。革も柔らかい。ヒールも細いように見えて丈夫なやつなんだ。それでヒールで練習するのは変わらないんですね。履いてもらえないか。痛めつけるんじゃない。一緒に歩いて行ってほしいんだ。今夜またしを。連れて行く靴。あ、これなんか八雲奈美さんの曲のあれだっけ。一緒にこの靴と。でも、それで何も終わらないってことを俺が証明してみせるよ。そっか、あのバラエティ番組、そっか、にちかさんが差し入れしたんだけど、にちかさんがその当時めちゃめちゃ真剣なね、あの雰囲気出してたから誰も寄りつかなかったんだよね。それでにちかさんは逆にそれで、あ、私もういらないかもしれないって捉えちゃったって、すごいなんか負の連鎖があったんだけれども、どうでしょう、やっぱその後はみんな集まったりしてくれるのかな今回は。うわーい、久しぶり、笑い、お笑いっていうのなんかおかしいけど、芸人っていうのもおかしいし、なんかなんて言えばいいんだ、
いつものですね。おはようございます。んだよ、なんか大変だったんでしょ。しばらくニュースで見たぜ、裸足の熱演。どうもです。テンション低っ。何回か空いたからってさ、あ、今日差し入れねえの？この前のにちかちゃんの差し入れ、すっごく喜んではしゃいでたんですよ、この人。あたしを。ちょっ、あかんよ、そういう。わあ、にちかちゃん、この中途半端な関西弁、なんとか言ってあげてください。連れて行ってく靴。やばいな。最低限住民票移してから使うべきじゃないですかね。すごいね、なんか言葉のその頭の回転とバリエーションすごくない？住民票移してから使うべきって。あ、いい笑顔です。なんか初めて見るな、あの笑顔。歯見せて笑うの初めて見た気がする。そんな困ります。こんなところまで来てくださって本当申し訳ないですけど、社長か、社長かな。社長かな、もしかして。あれ、着信か。もしもし。そのもうそういうことはやってなくて。あ、ええ、お声掛けいただけるのは嬉しいです。どういった、ええ、にちかさんがちょっとね。またやってるこの番組。にちかさんの気持ちがちょっと晴れた裏でまたこう別の事件がこう動いているというのがもうなんかシーズだなって感じするんですけど、ごめんなさい。今はもうこうやって今はこうやって生活してるので、そっとしておいていただけたら。なんだろう、あの有名人は今どこで何を。今日はこちら、桃農家を営む、小さいスナックですけど、どうにかこうにか、もうそういうお仕事に戻ることはないですから。あ、この番組が来てんのか、もしかして。節約して積み立てして考えているのは、今日食べるもののことと明日食べるもののこと。幸せなんです。ありえないから、そういうの。はい。ごめんなさい、あのえ、ワンちゃんさ、ルカさんのお母さんってヤクモナミさんだったりしませんか？あのワンちゃんどうですか？ちょっと前、私あのルカさんのお母さんと社長が付き合ってたというか、結婚してたんじゃないかっていう説を、あのナポリタンというか、あのルカさんがね、最後ダイヤモノラルダイアローグスの最後さ、あのルカさんと社長が話すじゃん、あそこで提示したんですけど、どうですか。実はヤクモナミさん、ルカさんのお母さん説ないですか。でそれでそのね、社長が無理やりみたいな話じゃないですか。ヤクモナミさんの
渡さないし死なないから。みことさん一人でこんなに。ご苦労だったな。うわ、気になるな。次回も頑張ってもらうぞ。期待してるからな。気になるな、相変わらず。ねえ。あ、間違えた。ちょっと待って。振り返りしなかった、間違えた。まあ、いっか。ミスった、ミスった。いつもここでね、振り返る、カットするときって振り返りするんですけど、ミスっちゃった。はい、というところでございました。これにて、グラッド・ニチカさん、終了でございます。はい。何でしょう、私のこの親切というか、この説が正しいのかどうかっていうのは、すごく私も期待しているんですけれども、まあ、とりあえずは、一旦これで終わっていこうかなと思っておりますので、はい、ありがとうございました。うん、次は、グラッド・ミコトさんになります。はい。ミコトさんはモノラル・ダイアローグス、いつも間違えんだよな、このタイトルな。モノラル・ダイアローグスの最後にですね、北海道帰っちゃったんですよね。叶えちゃうぞのコーナー始めますね。グラッド出んのかな。すっげえ気になるというか、そもそもプロデューサーが北海道行くのかな、ワンちゃん。どうなんだろうね。すごいそこもちょっとなんか枠が広がるというかね、世界が広がるなと思うんですけど、はい、そこも含めて、ね、次はミコトさんのグラッド、そしてそれが終わるとね、私とうとうもうそろそろ行けますね。ねえねえ、プロデューサー、ちょっと聞いてよ。撮影したいと言っていました千たちの12月になります。はい、そこも含めてやっていこうと思いますので、ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。